ケプラー16は白鳥座の方向に地球から約200光年離れたところにある連星である。ケプラー16は軽型種系列星のケプラー 16A と赤色矮星のケヘプラー16バイトで構成される。A の質量は太陽の約65%、B は太陽の約20%である。A と B の質量比率は3.24であり、 互いの重心を約41.1日かけて好転している。二個の構成は地球から見て食を起こし、見かけの高度が変化するアルゴル型色変更性である。しかし、この構成だけでは説明のつかない複雑な高度変化があり、これが第三の天体の触による高度変化、つまり惑星の影響によるものであることが分かった。ケプラー16系の模式図。 ケプラー 16A と B が互いの重心を回っており、その周囲をケプラー16ビットが交点している。ケプラー16には太陽系外惑星が1個発見されている。ケプラー16ビットはその名の由来となったケプラー望遠鏡によって2011年9月15日に発見された土星サイズの惑星である。恒星同士の連星の重心を中心として交点している。 終電星惑星としては世界初の発見である。また、終電星惑星が恒星の手前を横切る様子が観測されたのも初である。ケプラー十六ビットはケプラー十六の重心から零点七一 a u 離れたところを約二百二十九日かけて降転している。連星の軌道長半径と惑星の軌道長半径の比率は約3.241であり見つかっている。 終練性惑星の中では最も小さい。ありがとうございます。